ジョシュア・レビタンス、これよりあなたに使い申し上げます。過ちと向き合える機会を与えていただきありがとうございます。自分でも分かっていました。きっと誰かは恨み涙を流すだろうと。どうか許しについて語らないでください。